はい、プレサンチャンネルです。カズです。まゆです。こんばんは。疲れました。ゴールデンウィークがね、はい、昨日までで終わりましたけど、私は急遽13連勤、ゴールデンウィーク中全部ね、うん、お仕事になっちゃったんで、まあちょっとね、ヘロヘロ。最後の最後はもうオフ会のね、連続だったので疲れましたけど、はい、だけど達成感がというかやりがいがありましたね、はい、まあ、5月の4日と5日土日になりますけれども、この2日間でオフ会を開催させていただきました。どちらも満席で、まあ、にぎにぎしく開催できたと思います、うん、はい、まあ、午後のコンサートから始まってね、うん、プレさん午後のコンサート、まあ、オフ会のデイ1とデイ2の3日間、うん、まあ本当にで、今回は結構ゴールデンウィークだから皆さんの予定がね、心配だからと早めに告知をしたらば、皆さんまだわからないって言ってなかなか申し込みをしてくださらなかったので、うん、ちょっと焦ってね、私いろいろ営業かけたりとか、うん、来ませんかなんて、うん、営業かけたら、うん、まあね、早めにだから結局予約した、ね、うん、してもらっちゃったがために、うん、結構直前になってからキャンセルが、ね、発生してしまったから、今回は今まで本当にコロナ禍でもキャンセル、ね、なかったのにもかかわらず、今回はキャンセルが出てしまい、それも、身内の不幸が多かったんですよ、うん、だから、まあ、私たちの年代の方が多いので、まあ、そういうこともあるお年頃かなって思うとね、もうこればかりはどうしようもないんですけど、でもその、突然できたキャンセルもうまく、そう、ね、LINE を登録してくださってるからこそ、うん、直前に、うん、皆さんにお知らせして、うん、でも結構あれだったよね、まだ空いてますかっていうのが結構多かったから、うん、意外にそのタイミングよくはまったんだなっていうのはあったから、だから我々もバタバタしてね、直前になったらしてきたから、うん、そんなにね、満席です、それからまだねキャンセル出ましたは、そんなにまめにはできなかった割にはうまく、うん、はまった感じで、うん、まあ、おかげさまでね、両日ともオフ会はね満席になったので、はい、まあ、よかったなって思うんですけれども、まあ、遠方から一番遠い方は今回は福岡、はい、福岡だね。で、三重からの方もね、いらっしゃったし、はい、まあ、なかなかね、西の方から、西の方で遠方の方が今回は多かったかな。そうね、今回だから ちょうど北の方は仙台から来る方が、うん、まあ、急遽キャンセルになっちゃったんでね、うんうん、西からの方のお二人が一番遠いという感じでしたかね、うんうん、まあ、とにかく1回目2回目に比べるとちょっとね、席に余裕を持って準備をして、まあ、その分だから2日間にしたわけだけれども、うん、まあ、うまくねそれも機能したんじゃないかなって思うので、まあ、本当に皆さんね楽しく笑顔いっぱいで、ね、よかったなって思います。まあ浜松イベントとは別にあったそのね午後のコンサートもまあ、想定した以上にはね来て参加していただいて、まあ、昼だから来ましたって方がね、うん、いたんで、まあ、これからねそちらの方もできればまた昼間にねできそうな時はやりたいなって思うんですけれども、まあ、いずれにしてもそちらの方は浜松ナンバーではなくて、うん、まあ、プレさんナンバーとね、うん、まあ、今回はねオフ会の方もプレさんナンバーを結構しっかりお聞かせしたので、はい、はい、まあ、結構ね流してたりとかしてたから結構ご存知の方もね増えてきたんで、それはそれでね嬉しいなと思うし、浜松ナンバーはねみんな原曲歌ってくれたので、それはそれかなと。まあさすがに浜田省吾でナイトみたいなわけにはいかなかったけれどね、やっぱり演者さんが多いとみんな歌うからね、その迫力たるや、今ちょっとオフ会から話は脱線するけれども、2回目の浜田省吾でないとは動画が結構皆さんがたくさんご覧いただいているようなので、
非常に交感神経多いかなとは思うんですけれども、そちらの方のイベントに関してはもう一本別に撮りますので、はい、そちらの方ちょっとまた詳しくお話をしますが、そちらの方ご覧いただければなと思います。いずれしてもそのオフ会非常に楽しく開催できて、なんだろうな、やっぱり2日間、かつての1回目と2回目もやっぱり開催してみて集まってきた人のカラーで、やっぱりね、会の雰囲気は変わるんだけれども、まあ基本的に何だろうな、まあそのわがままを言うような人はね、参加がないので、まあ安心してね、皆さん参加できただろうし、皆さんその浜松に対する思いの丈をね、語ることもできたんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、それでもねやっぱり参加するメンツで雰囲気は違ってくるもので、まあ、とは言いながらもその違いに気づくのは我々側なので、ね、参加されている方はあこんな感じなのかなっていうふうにそれぞれ思っているんじゃないかなと思うんですけれども、何気にね応対している我々の方は今日はこんな感じとか、ね、昨日はこんな感じだったなとかっていうのはね結構あるんで、なんだろうな、1日目の方が初めましての方が、まあ、前は1回会ってたりはするのかもしれないけど、まあ、それでもね詳し何度もお会いしてなかったりするから、まあ、基本的に初めましての方が1回目の1日目の方がね、Day 1の方が多かったんですけど、翌日の方は半分以上がもかつってどっかで、ね、お話してたりとか、まあ、よく来るそれこそサポートメンバーズの方とかね、そういう方が多かったんで、まあ、そういう部分では2日目の方がなんだろうな、より和気あいあいだったのかなって感じはまあしますね、まあ、それはもうちょっとしょうがないところで、まあ、逆にその日に参加した人たちがアウェーな感じにならなければあれだったけれども、まあ、それもなかったもんね、だから本当に1日目は皆さんはじめましてって感じで展開できて、で2日目は皆さん実は初めてじゃなくてどっかの会場でね、コンサート会場でもすでに会ってたりとか、その時にね一緒にご挨拶してたりとか、それからうちのねライブ配信のコメントチャットとかでやり取りされていて、ああなんとかさんっていうね、そういうものだったりするので、実際初めてお会いしてても初めてじゃない感じっていうのもあったんで、まあそう考えると2日目の方は本当にアットホームな感じでは展開したのかなっていう感じはするんですけれど、まあトッシーもねなかなかこの直前が忙しかったから、なかなかヘロヘロな感じでね、大変な中をこのねオフ会 2days を望んでくれたんで、1日目の中トッシーはね1日目のちょっと初めましてが多い中でやや面食らった部分があったみたいで、ああ今日は疲れたってねやってたし、で何気に突っ込む人は、まあ、話をですね突っ込む人が多かったから年突っ込まれまくってて、何気にそれで疲れちゃった部分もあったみたいだけど、そしたらね一日終わったら明日は立て直して明日は立て直してよっぽど、ね、そう自分の思い描いたちょっとね展開と違ったみたいで、明日は立て直してって強い決意のもとにね翌日に臨んでいたからね、で翌日はまあ、そんな雰囲気だったから余計ねトッシーのいい味を出してくれて、で反面ほら俺3日間結局ほとんどメインで歌ってなければいけなかったから、3日目はかなりしんどくなってきて、そしたらトッシーがね助けて、じゃあここはまた夜カフェの部分でね、じゃあここは私がって言ってねお得意のまた MC コーナーをね、やってくれたりして、まあ、チームプレーもそこら辺を発揮しながらね、本当にいい感じでできたんじゃないかなって思います。なのでまあ3回、まあ3回目は2回に分かれたからだけど、まあとりあえず第3回をね終えて、第4回をまたね開催した方がいいんだろうなって思うんですけれど、
どうだろうね、いつ頃がいいのかっていう問題がまた、まあ、トッシーとの関係もあるからね、うん、あのトッシーが忙しい時にはちょっとね、セッティングできないんで、まあ、その辺また相談をしながらね、やれればなと思うんですけれど、まあ去年と同じ流れでいけば7月が一つ有力では ねあるけれども、うん、意外にでも7月に参加できないっていう人もあの多かったし、うん、まあ、かといってまたお盆に仕込んじゃうとダメだよ、ね、お盆にも来れなかったりはするのかなとは思うんだけれども、うん、だけどもあの、うん、やっぱり 夏休みにある期間中の方が皆、うん、さんね、うん、あの、うん、そういうイベントはあのやりやすいのかなとも思うので、まあ、やっぱりそうするとあの8月の頭か、うん、ぐらいが一番濃厚なのかな、うん、まあ、ちょっとあのどうするかまだわからないですけれど、はい、8月の終わりになっちゃうんだったらもう9月にしちゃった方がいいのかもしれないけれど、ただ、またこれ ねまたもう一本撮りますけれども、うん、あの別のね状況もあったりするので、うん、あのまあ多分、7月の終わりか8月の頭かどっちかあたりかなっていう感じはしてるので、うん、まあ、あのトシと相談してまた決まったら、うん、その辺はですねご案内をしたいなとあの思います、はい、いずれにしてもあのその前に、また違うイベントが、まあ、入ってくる、まあ、先ほどねお話しした浜田省吾でないとが入ってきますし、うん、その辺ねちょっとあの詳細はもう一本別に取りますので、はい、そちらで説明をしたいなと思います。いずれにしてもこの後あの、そういうイベントは、ね、続きますので、うん、まあ、秋から冬にかけてもしくは年明けにかけて、うん、またちょっと盛り上がっていけるような展開にもなってきましたので、はい、はい、頑張っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。プレサンチャンネルでした。この動画が気に入ったって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。